起点となる国道42号との酒場交差点、すぐ西側で、規制自動車道大浅北インターチェンジに接続する、牛めぐるこし国道425号は、三重県大瀬市から和歌山県五房市に至る一般国道である。紀伊半島の海岸沿いに走る国道42号に、対し、紀伊半島の和歌山県側の五房市と、三重県側の大瀬市を東西にショートカットして、 紀伊山地を山越えする道路である。路線の途中は、奈良県吉野地方南部の十津川村、下北山村、上北山村を横断し、吉野を南北に従官する国道168号、国道169号と交差する。御坊下鍋市を除いて、道路改良がほとんど進んでいない国道として知られており、俗に言う、国道の一つに挙げられている。 一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過地は次の通り。戸塚川村上葛川地区、このような風景と境路が、全区間の大半にわたって続く。御坊市及び稲見町内の一部区間を除き、全線にわたり、離合困難な場所が多く、かつガードレールが設置されていない箇所も多い上に、悪路で、落石や路肩崩落の災害も多い。特に、奈良、 和歌山県境の牛めぐる越を含む区間は、国道昇格以前は林道であったことから一車線の共愛道路が延々と続き、山間部の集落内でも、国道である。交差する抜け道が少ない上、すれ違い不能な区間があったり、沿線に店舗やガソリンスタンドが見当たらない状況から、運転に十分に慣れていないものは、安易に通行しない方がいいと論評されるほどである。 路線のほとんどは2車線に満たない林道のような境愛路が続くが、大和北インターチェンジ入り口付近と、沿線の下北山役場周辺、和歌山県の稲見町から五房市にかけて2車線道路がある。奈良県と塚川村から田辺市にかけて山間部の集落を結ぶ区間は、道路幅は1から1.5車線の境愛路が続いており、路面には落石、落木が散乱している場合もあり、 災害防止対策のための落石防止ネットが山側の断崖に張られている。また、路肩も弱い状態であることから過去に路肩崩落が起こった場所の痕跡も見られる。特に、戸塚川、龍神館の牛巡る越を前後する道路は国道425号最大の難所とも言われる。山道で谷川にはガードレール未設置のところがほとんどで、 道幅1車線の道路は対比上も少なく、道端に転落死亡事故を押しと掲げられた警告看板が多数設置されている。和歌山県内の区間は、福井バイパスや霧目川バイパスなどのバイパス道路などを中心に改良済みの2車線道路が続くが、稲見町上道地区より山側の区間に大型車通行不能な1車線の境外路がある。 土砂災害を原因とする死亡事故が過去に何度か発生しており、近年では二千六年十二月十六日十九時半頃に奈良県吉野郡と津村小山手で土砂崩れによる同村内の当時二十二歳男性運転の自動車転落死亡事故が発生している。前線にわたり土砂災害やその復旧のための通行規制で通行止めが行われることがあるため通行前に 道路規制情報を確認すべき状況である。橋梁、編集起点からトンネル、編集起点から池原ダム。ダム本体の最上部の道路は国道425号に指定されている。国道425号は、ほぼ前線にわたり、木遺山地の険しい山肌にへばりつくように道が続いている。起点の三重県尾和瀬市から終点の和歌山県五房市の間に、 大きな市街地はなく、途中で通過する奈良県下北山村と、十津川村の集落部以外のところは、本州最後の秘境と呼ばれるような辺境地を走る。起点がある、三重県大和市中心街から勾配が大きい坂道で、高度を上げ、口壺ダムがあるまた口川や、熊野川水系の古川が作る渓谷崖に沿って、道路が走る。奈良県に入ると、古川にある坂本ダムや、 池原ダムが作るダム湖の沿岸に沿って山肌を張り付くように道路が走る。池原貯水池に架か,かるビンゴ橋のたもとで林道ビンゴ川線が分岐し、さらに進むと池原ダム本体の上を国道は走り、その数百メートル先で国道169号と合流する。国道169号から分岐する上、池原交差点から明神池までの区間は大きな高低差があり、 大きなヘアピンカーブがあるつづら折れで高度を稼いでおり、さらにその先の下北山村から、十津川村の村境にある、白谷トンネルを前後して、集落がない谷筋の断崖路が続く。十津川村では、まばらにある小規模集落を結ぶ生活道路になっており、和歌山県境に近い挟ま西川集落は、小学校もあることから、集落周辺の通学路にもなっている。なら、 和歌山県境の牛めぐるこしと呼ばれる峠を越えると、和歌山県側は、日高川水系の尾又川の谷筋に沿って、ほとんど集落がない山間部の道が10キロメートル以上続く。和歌山県稲美町は、切り目川の谷沿いの道で、深山峠と大峠を越えて、終点のある五坊市の中心市街地へと通じる。交差する場所の括弧書きは地名、それ以外は、交差点名で表示。 ありがとうございます。